はい、続いて、えー、準決勝の VTR を見ていきたいとこの時はやっぱりね、もうあのいつも通りラインもありましたし、ここではこう,、はい、うまく戦いやすかったんじゃないかと思いますけどもいやそれよりも最初の初手の方の,あの位置取りがすごい、あ<ー>まあどうなってるのかなっていうふうに僕は思ったんですけども、まあ、僕自身、前よけでもいいかなと思ったんですけども、同時に2人に踏まれて、うん、これどっちなんだっていうふうに迷っていたところがあったので。<laughs> まあこれは佐藤慎太郎選手としてもねうまく中断取りたいだろうし清水選手が行くんならという形でねこう結構、気配ありましたけどそうですねまあここはねもう清水選手がこう前取り行ったんですけどでも、ここになったらまたいつも通りのこうレーススタイルになるんでもうあとは組み立て的には普段通りの形ででそう,、まあ、そうですね、まあ、短期勢の動きがちょっとまあ僕自身分からなかった部分もあるので、うん。 まあ特にまあ浅井さんだったりとかは結構動いてくるまあ短期のタイプなのでまあちょっと焦りもありましたけどもまあそれなりにまああのまあ山田洋平選手がまああの後ろについているのが分かったのでまあこれはこれでいいのかなというふうには思ってましたまあ山田選手からするとねやっぱり3番手まあねしっかりついていけば決勝にも乗れる位置ですからやっぱりここにまあ短期とはコメントしてたけどやっぱりここにいるのは。 まあ普通だだと僕たちもね見てたんですけど、この一社っていうのはやっぱ脇門選手にとってもやっ大きかったですか。そうですね。まあ一社この一社ものすごく僕の中では大きい一社なので、うん、まあそのまあうちにしゃくられたらどうしようかなっていうふうには、うん、ちょっと思っていた部分もあるんですけども、まあそれを、うん、まあそのリスクもちょっとまあ見ながらまあ踏む分にはすごいまあプラスな部分の方が大きいのかなっていうふうに思ってました。じ自分がちょっと仕掛けを失敗すると救われそうだけど仕掛けと行けば まあ、味方にもなってくれるかなって形でまあそうです、ねまあ、あのー、短期でまあ僕自身がなんとしっかり動けば、うん、あの3番手ちゃんと固めてくれるのかなっいふうにこのあたりから、ね、かなり清水選手が脇本選手を、まあ、あの意識してかなりけん制、ね、してたんですけどもう自分たちとしても、ねこれまあ、現地でこう中継してたんですけどもうこれ、はい、もう番手か。 もう最後は3番手に粘るのかなと思ったんですけどやっぱり清水選手、ね、ちょっと番手に飛びつけなかったことはやっぱ清水選手にとってはちょっと、まあ、痛いレースになったのかなと思いますけど脇本選手のやっぱその分、関わりが良かっただけに、まあ、これはもう3人出させてた時点でもう脇本選手としては今回はラインで決めたいという部分ではもう最高の展開ですよね、これは。 まあそうですね、あのーまあ、僕自身もまあその清水君がまあ粘ってくるだろうなっていう予想を立てながらあのレースをしてたんですけども、まああの2コーナーの下りをしっかり使えばその飛びつきにくい展開に持っていけるのかなとうう思っていたので、まあ、それがうまくいってよかったのかなっってて僕は思まうそのあたり、ちゃんと後ろの,その,飛,びつきの飛びつかれないようなところまで考えてやっぱレースを運んでたってことですよね。じゃあ まあそうですねそれ以上にまあ僕もまあラインでしっかり決めたかったっていう意識も強かったですし、まあ、それがうまくいってよかったのかなというふうには思っていいいまますすはい、ありがとうございますそれでは、えーまあ、最後、決勝戦になりますけども決勝戦の VTR を見ていきたいと思いいますはい、まあこの決勝戦スタートからねちょっとこけん制もありましたけどやはり、そうどうですかけん制は制があって、まあ、前置けでもいいかなとうう思っていたんですけども。も、うん まああの松浦君が出てっていうふうに見たときに、新田さんも一緒に出ていっ,ったんで、あ中断だと思って、まあ、その中断まあ中断はちょっと予測はしてなかったんですけども、まあどの道後ろになるのかなっていうふうには、僕はこの時点では思っていました逆に脇本選手が一番下だったんで、新田選手が行くときに踏んでいって、脇本選手がこう、中断からっていうことはもう考,え考えずに。ままああそうですねはい、まあ 難しいことは考えずにやろうというふうにはまあ思ってはいましたけども、はい、まあでもやっぱり今、最終的にレース的にいくと脇本選手を中心にこうみんなレースを動かしてくれるんでそういう部分では後方から前を見据えた戦い方の方が一番こう走りやすいというか仕掛けやすいんじゃないかなと思ううんでですすけどまあそうですね僕もまあそ,のふそういうふうにはまあ捉えて思っていましたね。ね、はい、ただあの軍,、まあ、軍事君がちょっと、うん 短期で動いてどういうふうにレースを動かしてくるのかなっていうのだけが読めなかったので、うん、まあそこだけ、まあ、心配はしてましたけど、はいまあ郡司選手もそうだしこう松浦選手も郡司、まあ、選手と松浦選手タイプ的なところちょっと似てるタイプがありますし、まあ、そこに、ね、山田選手兄弟もいたので脇本選手としては、まあ、どの選手が動き出したら自分が動こうかっていうのはそうですね、まあ。最初にやっぱりレースをちゃんと動かしてくるのはまあ まあ山田さんか、うん、まあ松浦君かどっちかかなっていうふうには思っていたので、うん、まあこの時点ではもうもう自分が仕掛けたいところで行こうかなっていうふうにはちゃんと思っていたのでよかったんですけどもまあ新田さんがこの時点ですごい、ね、まあ僕を牽制し始めているので、まあ、新田選手もやっぱりこのともしと新納杯を取るかっていうと取ってグランプリっていうのはやっぱりあったのでかなり。 脇本選手を意識していると思うんですけども、やっぱりこういうふうに後ろを見られてるっていうのは。少し仕掛けづらいところもあります。まあ、そうですね。車間がものすごく空いていたので、うん、まあ、そこが一番怖かったですね。うん、まあ、ここでね、あの。松田選手は切ってくれたところ、一気に仕掛けられてね。そこにニ新田選手も追っかけてきて、まあ、ここ三番手入るんですけど。やっぱり。初日にやっぱりニ新田選手も脇本選手にこう合わされた部分で。 なかなかこうこう仕掛けていけないというのは新田選手にもあったのかなと思うんですけどここではもうちょっとね、ついてたね番手ついてた選手も離れていくんで係り的なものはどうだったんですか、うんまあ、自信はもちろんあったんですけどもまあここでようやくその僕自身がそのラインでまあその決勝まで連れてきたあの意味があったのかなというふうには僕はだから準決勝でしっかりラインで決められたことがこの決勝戦で生かされたという形で。 仮にもしこれがまあ番手の人がいなかったら新、まあ、田さんが番手にはまっていて、まあ、その最後抜かれたかもしれなかったので、まあ、それを含めるとやっぱりラインでちゃんと決勝に上がった方が僕自身にも、あのー、勝ち目がちゃんと出てきますし優位、まあ、に働くんじゃないかなとうう僕たちなんか外からこう見てて初日にやっぱり新田選手が脇本選手に、ね、あれだけいいスピードで新田選手が外から仕掛けたのにもかかわらず、まあわさえたとっうことが新田選手の中にはやっぱり残っていて。 こう追いついた勢いでいきたいんだけど、多分また合わされると思って、あの大事に行き過ぎたところが新田選手のこう、まあ、仕掛け、存じたのかなって、僕たちも思ってたんだけど、やっぱり初日のレースも大きかったと思うんですけど、そその辺はどううででしたまあそうですねあの今節の,この,、まあ、その自分自身の動きが、まあ、その他,の他の選手に対してのプレッシャーになっているんじゃないかなっていうふうには僕は思っていたんですけども、も、まあ、ここまでうまくいくとは思ってなかったですね。はい まあでもやっぱり結局は最後は、脇本先生が言うように、やっぱラインで。まあ走ったことによって、今回のまた、こう優勝が取れたという部分では、やっぱりラインもやっぱり大きかったってことですよね。そうですね。もうこの、本当にこのラインで決めるっていうこと自体、時点自身が、その。勝つことに、まあ勝つことにつながるんだなというふうには思っています。はい。 まあまあこのあと、ねはい、競輪祭も残ってますし、まあ、競輪祭もドームですけども、まあ、最終的にあのグランプリもね控えてますけど、まあ、このあとグランプリに向けてトレーニングも、ねまあ、徐々にこう気持ちも高めていくと思いますけどどういうふうな形でグランプリを迎えたいなと思ってますすかまあそうですねあの今のところグランプリ、まあ、僕、近畿、まあ、僕一人の可能性が出てきてしまっているので。 まあ競輪祭もしっかり、あのラインで決める競争をしっかり心がけて、まあグランプリもラインができたらっていうふうには思っています。はい、じゃあ、とにかく、まあ次のね、競輪祭もまたラインで決めて、また近畿は一人でも増えるように頑張ってください。はい、頑張ります。どうもありがとうございました。